ゆっくりの、怖ーい話。さっき深夜徘徊してきたから画像貼ってく。オープン2チャンネル、VIP、住人の一人が深夜徘徊をして画像を上げました。そこには妙なものが映り込んでしまいます。さっき深夜徘徊してきたから画像貼ってく。とりあえず家を出て10分くらいの場所。どうやらこんな感じで深夜のお散歩画像を貼っていくようです。昼間は人通りの多い商店街っぽい場所、しかし無数の街灯と信号で昼間のように明るい。深夜徘徊とか中二病にとってはワクワクするものです。マンホールから水の流れる音が、深夜のゴミ出しはマナー違反。次々と上げられていく画像に対して住人たちは、名古屋のどこかって当てるゲーム。なぜ名古屋とわかるのでしょう。いいな、なんとも言えない魅力を感じるわ。深夜の街の貸し状態とか大好きだわ。お。やはりそうだ、今ではほとんど見られなくなったあれの自動販売機。ビッパーには必要のないものですね。あれは最近、タバコの自販機とかに紛れ込ませてるやつがある。走り抜けるタクシー。特定したいけど暗くてわかんねえな、もう明るい。寒い。向こうの方が何かやたら明るい。神社だった。神社って24時間営業なんですか。隣にはさびれ果てた公園がある。歩いていくと大通りに出た。そろそろ帰るか。一週間くらい前だったかな、ここで子供が補導されてたのを見た。かわいそうに、裏金作りの餌食になったのか。どうやら画像はここまでのようです。場所がわかったから、面白い。早い、まあ Google Earth でもあれば一発だろうけど。どうやるんですかそれ、画像から割り出せるもんなの。近所に長屋があってびっくりした。長屋ってまだ存在するんですね。ゲームや漫画でしか見たことないです。と、終了の空気になっている時に妙なことを言う住人が現れました。12の1枚目真ん中に映ってるの何？この画像ですね。真ん中は一方通行の矢印だけど。これは一通の矢印だね。はて、何か映っていますか？子供っぽいのがこっち覗いてるな。一通の標識より手前の壁。少しズームインしてみましょう。鳥肌立った。マジで白い顔に見える。マジで、何かいますね。15の4枚目にも映ってる気がするけど。他のにも映っているようです。30は分かったけど公園に映ってるってのがいまいちわからん。どこに映ってるの。公園の木の白い四角の少し上も怖い。これも寄ってみましょう。やはり何かいます。嘘だろと思いつつ画像保存してズームしたらマジだった。何この坊や。わかった。確かに15の4枚目にも同じの映ってるわ。こんな小さいのよくすぐに見つけるな。感心するわ。一緒についてきちゃったか。最大限まで明るくしてみた。こうしてみるとはっきりわかりますね。普段はそんな白いものなんてなさそうだしな。ストリートビューか、どこ？愛知県名古屋市北区清水5丁目10番、あたり。特定早すぎわろた。サンクス、商店街の方見てみるわ。特定早いよ、別の意味で怖い。このスレ眺めてたらいきなり画面の表示がおかしくなって、心臓止まるかと思ったわ。金城市場の付近の交差点が12の1枚目かな。やっとわかった。特定がさっきから早すぎますね。一体何人で捜索しているのでしょうか。っていうか10人も集まったのに1はいないのか。単発スレだから仕方ないけど。オープンチャンネルはスレにいる人数も表示されます。てかそんな少数ですぐ特定って実は優秀なんでしょうか。1は、もう、いないのかも、やめろよ、なんだよその言い回し。25が最初に気づく前にいなくなってて怖い、単に寝ているだけかもしれんか。1は気づくことなく眠りについてしまったのでしょうか。呪音を思い出した、確かに呪音の子に似てるな、こいつがずっと覗いてたんじゃないのかな、死ね、マジでやめろ。こういった画像を不意打ちであげるのはやめましょう。記念書き子、スレの趣旨完全に変わっちゃってて笑った。一致似てるー、今お前の家に行くよ、あでゃじ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 ゃ、遊んで欲しくてついてきちゃった系だね。この手の立ちが悪いところは、悪気なく無邪気にあの世に連れて行こうとするところなんだよな。一応トラックと公園に気をつけろ。などなど住人たちが書き込んでいると。っていうか、俺オソネズミだからかなり家近いわ。17の大通りは多分、黒川沿いのとこだろ。ちょっと今日の午後くらいに同じルート通ってみる。気をつけろよ。今日の15時から18時の間には報告するから。現場には何かあるのでしょうか。報告を待ちましょう。不安の種を思い出す。なんかシールが貼ってあんのかなって思ったけど、そういうわけじゃなさそうで怖い。なんかこれじゃない感がすごい。怖くない。俺の見てるものが間違ってなければ、明らかに金色のシールが反射して白く光ってるだけだと思うんですけど。
よし、昼飯食ったから行ってくるわ。にしてもいい天気だな。イテラ、この際私有でも何でもいいから、はっきりさせてくれ。気をつけれよイテラ。1時間半後、帰ってきました。死にたい。なんか見つかったかい。どうした？近所だからって行かなきゃよかった。本当に後悔してる。どうした？死んだ？今来た？怖すぎ笑えない。何？釣り？何があったのでしょうか？トラウマになりそう。とりあえず行ってきたのなら写真くらいは撮ってきたよな。撮ってきたけど、そんなに知りたい？はよ、はよ。もったいつける突者に対して催促する住人たち。何か本当にやる気でないわ。とりあえず報告はするけど。だから早くしろっつってんだよ。ほんとだよ、早くしろよ。一が一番最初に撮影した現場。少し進むトレイの場所に当たる。ほう、ほほほほんで。結論から言うと、ここにシールはなかった。画像を見る限り顔に見えるものはないですね。ってどうなるんだ、結論。シールないのかよ。これだけでいいよね。本当に知らない方がいいこともある。そこをなんとかお願いします先生。期待させといてそやないぜブラザー。いや、本当に知らない方がいいから、どうせ信じてもらえないだろうし、ただ、ちょっといろんな意味で泣きそう。パンツ脱いだ、はよ、はよはよ。パンツ脱いだやつまでいるんだから早くしてよ。なんで脱ぐんだよ。一がいない時点でお察しもんだろ。そう、もう釣りって結論がいいと思う。なんでもいいからアップしろよ、風邪ひくだろ。吐けよバカ。わかった、ハル、ただ、もう多分ここには書き込まない。そして画像が貼られました。どうやらこれはお菓子とジュースが備えられているようです。まさかの事故現場。はあ、やばいやつ。面白半分に深夜徘徊なんてするから。なんでこんな雑な置き方されてるの。嫌われてたんじゃね。普通はさ、花瓶とかに花入れるだろ。なんだろ、めっちゃおかんがするんだけど、パンツ履いてないからだろ。かもしんないわ、かもしんない。おかんがするってことは本当に脱いでたんでしょうか。釣りにしても辻褄が合わないんだよな。事故現場の画像貼ったのが1ならまだしも、1イコール MIC、全部1の台本なんや。そうや。1と25と72は同一人物なんだろ。そろそろ釣り宣言頼むよ、頼むよ。1も顔に気づいた人も突した人も、同一人物で釣りじゃない仮説が出てきます。しかしそこに、3ヶ月ほど前にその付近で起きた事故の記事が貼られました。被害者は27歳男性。子供じゃないのか。終わった、名古屋怖い。おお、夏か、秋だよ。意気消沈する住人たち。一がなんとなし深夜徘徊、斜面に怪しい影何やだ怖い、場所特定して偶然近場に住んでた MYC が俺も、MYC、笑えないんですけど何これやばくね、調べたら夏に引き逃げあった付近、なお、被害者はご遺体となっている事件、犯人は犯行現場に戻るってよく言うもんな、そや、死にたい、なんてレスするよ、あの夜のことが本当だったってその目で確かめちゃったんだもの。ここまでのことをまとめる人がいます。でもこの ID、さっきまでパンツ脱いでたやつだな。パンツ洗わないと。しかも漏らしたっぽいです。犯人が見つかるといいね。つまり、1も MYC も同一人物ってことなんでしょ。事件の風化探るためにすれ立てたとか。もしそれだったら幽霊よりも怖いです。これ金城市場の近くだろ。マジで事故現場付近じゃねえかしね。3ヶ月前の事故現場にお供え物か。運雑だしいまいち信じられないけど、死因はなかったんだもんな。でもお供え物から考えるとおかしくね。明らかに子供が死んだ感じだと思ったんだけど。その国道41号線と今回の現場離れすぎはロタ。愛知県名古屋市北区清水5丁目31-15な。この住所は写真の場所のようです。さっきの記事によると事故現場は名古屋市北区清水4丁目。ちょっと違いますね。やばい、見つけたかも、何を。そうじゃないんだ、事故の記事、ブログ、を見つけてしまったんだ。おうおう、ぜひ行ってほしい。一人じゃ嫌だよ。ブログの URL 教えて。なんだか、日付を見てくれ、ちょうど10月なんだ。この記事を見てみましたが、この時よりも数年前のもので場所も名古屋市北区清水3丁目。場所がやはりちょっと違うようです。そしてここからスレナイが停滞しました。スレが動き出したのは翌日月曜日の夜8時頃です。すっごいハイテンションにまとめられててクソワロタ。まとめだと MYC イコール1みたいに扱われてんな。どこかのまとめブログさんに載ったようです。終わりか、本当に誰も行かないのか。名古屋休みだけど行こうか。丸1日経ってようやく新たな突者が現れました。今車使われててないから帰ってきたら行くわ。他に誰か名古屋休みで行くやついない ?60 代のおっさんでよければ。もう一人突する人が現れました。はいよ、とりあえず明日にしたら。夜のが面白くない?スレタイも深夜徘徊だし。確かに夜の方が雰囲気出ていいかもな。車が9時半くらいに戻ってくるから、10時過ぎには着くかな。じゃあ着いたら報告して、こっちで地図と画像見ながら誘導するから。これは期待。てかこのスレの展開はいちいちぶっ飛びすぎてて怖い。何時くらい来る?今から出たら10時には着くよ。もう家出た。まだ、親父がパチンコで確変終わらんて、10時には帰ってくるらしい、10時半くらいかな。ネットのオカルトより確変中のパチンコの方が大切です。了解、先に行って車止めれるところ探しておく。お、ありがとう、ワゴンだから広いとこがいい。OK。LINE のように掲示板を使いますね。
やっと出発。了解、握りの特米の駐車場に車止めているからね、寿司食って帰ろう。新手の出会い中みたいになってませんかねこれ。もし心霊だとしてもこれは位置についているやつっぽいから他の人が言っても何も映らないんじゃない。何かこっちまで緊張してきた。あとちょっと、寿司屋がわからん、現地には着いたけど。今から行く、合流。そして現場の画像が上げられました。お供え物なかったろ。お供え物なかったけど。やっぱりな、だろうな、けど。何か含みのあるレスをする突射。神社来た。夜の神社は危ないから注意な。やばい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 。突如慌てる突射。しかし住人たちは。なんやまた、またこのパターンか。無理に盛り上げなくてもいいぞ。もうええんやで。ワンパターン過ぎてもう飽きてきています。さらに画像を上げる突射。映ってるおっさんは誰？怖そうなおじさんが映ってる。怖い。いやもう一人の方やろ。失礼、変質者かと思った。もう一人が消えた。どういうこと？それもう事件じゃん。1分以内に ID がわからなくなるね。深夜12時を回る直前です。ID が変わって全てがうやむやになりそうですね。毎回変なオチになるな。全部 MYC の自演か。なんなん、マジなんなんこいつら。頭おかしいやろ。何がお寿司やねん。まあお店自体は2時まで開いてるけど。何も思いつかんなら寿司すれにしてくれ HKP さん。しかしそのまま特に何もなく夜が明けました。そして誰もいなくなった。このスレはもう終わりですね。と思っていたらその日の夜。やばい、見てはいけないものを見てしまった気がする。ちょっと誰か相談させて。また新たな人物が現れました。またか、絶対ここ何かあるわ。確信。今までの突射たちがついで様子を変えた理由がわかった。何？教えて。いちいち引っ張って。反応を見てる時点で釣り臭い。画像撮ってきたんだけどちょっと本気でヤバい気がする。まあいいや、春もったいぶってもしょうがないし。そして画像が上げられました。本当に公開しても知らんからな。なんということでしょう。釣りでした。まあバレバレだったけどね。はいどうも、イチです。むしろおじ消えてる時点でお察しですが、僕は25と同一人物でした。今から詳しく説明していこうと思います。25というのは最初に顔に気づいた人ですね。まず、僕のシナリオはこうでした。1深夜に心霊写真、ぽい、写真を撮る。2誰かが現場に突死に来るところまで想定して、簡素な供物を用意しておく。3釣り宣言、ということだったんですが、いろいろとカオスな展開が多すぎて釣り宣言がしにくくなりここまで引っ張ってきてしまいました。皆さんお疲れ様でした。くっそわろた、なんと言ったらいいのか、笑うしかないよなこれは。は、ちょっと待てマジで、これはひどい。こうしてスレは幕を閉じたのでした。いかがでしたか？途中で釣りと気づいた人が多かったのかなと思います。もうちょっとうまく釣っていたら有名なスレになったかもしれませんね。皆さんはどう思いましたか？感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。